仙台市ではきょう新たに317人の感染が確認されました仙台市の木曜日の感染者数は今月に入り322人367人279人と推移していてきょうは317人でした年代別では10歳未満が62人10代が44人20代が48人 30代が68人などとなっています。